バルキリーコネクトに1周年記念スターフェスガチャが来まして、30連でスターフェス限定のキャラが1体確定なんだよね。だから今日は30連行って、限定の一番はねソリンちゃんが欲しいんだけど、このねちょっと見てソリン、あでも他にも可愛いキャラがいいんだよな、このミヤちゃんも。とりあえずね持ってなくて可愛いキャラがゲットできたら、ブリュンヒルでたまらんよねこれね、この美しいデザインバルキリーで、このあーマテリアもいいな。でもねでもね次やばいんだけど、ザンソリンちゃんこの子すげえ可愛くない、ちっちゃくてやばい。あでもウルドがね、あのネットで調べた限りすごくね強いっていう風に書いてあって、ウルドも持ってなくて美しいからゲットしたいなと思っている。でこっちのね確定ガチャがアヤメ、すっげえ欲しいんだよねアヤメ。アヤメは俺の好きな声優さんっていうこと、あの深澤陽子さんだからゲットしなければいけないという、結局のところその使命がある。でイベットね、このダイナマイトボディすっげえ欲しい、これは惚れますわ。で強戦士ベル、ベルセルクベルこの子武器持ってて、まだ持ってないからこの子もゲットしたいんだよね。ステラ、ステラもな、このか細い腕で鉄球振り回してるっていうのがたまらん。よし、まあとにかく最初にこっちのガチャから引いていきます。まあできればな、本場上なんだけど、あやめとか、まあ好きな声優さんだから、まあ別に何着てもいいんだけど、持ってないやつだったら、お羽がふさりと行きましたね。羽うさり熱いかも、何が来るか、おお緊張すんね、このマジか、ヨウコさん来たちょっとごめん、にゃんこが出たけど、ヨウコさん来たぞ、やったぜ、ヒカサヨウコさんが来ましたあの軽音のさ、ミオとかの声って言えばわかるかな、知らない人のために言うと、すげえ声好きなんだよね。で本番、ソリン来てくれ、頼むぞソリン。まあ1回目は1500でいけるから、まあどっちにしろ足りないから課金しないとダメなんだけど、とりあえず最初に1500で10連行って、多分次2000だと思うんだよね。で2000、2500、あ違う、2000の次3000かな、多分そうだと思う。まあとりあえず行こう、あー緊張する、行くぜ、頼むぞソリン。いや正直ソリン出たとしてもやる、30連はやる、とりあえずやりたい。お虹が、レインボーが2個、さて何が来るかな、緊張すんな。ソリンが来てくれたら大勝利なんだけどな、ソリン来ねえかな、マジで頼むぞソリン。ソリンが来てくれたらそれで俺は OK。 もうソリン本当欲しいんだよね、前のスターフェイスの時も引いたんだけど出なくて、あーソリンゲットしたい、ソリンが本当に可愛い、頼むソリン、ソリンよ、ソリンよ、ソリン、次あたり、次あたり、あー長戸か、侍長戸、長戸さん来たね。まあ持ってなかったから、まあまあよしとしよう。もうできれば女の子のキャラが欲しいんだけどな、できれば女の子のキャラが、できれば女の子、できれば、できれば、マジでスルーズ、スルーズのダイナマイトボディ、これ持ってない、初。あでもよかった、スルーズ来た、スルーズは欲しかった、このダイナマイトボディは絶対にいずれゲットしなければならないというね使命。あやったぜ、あと長戸と、わかっこいいな、侍ってとこが熱いよね、長戸これ強いのかな、ネットで調べてみるか、まだこれ見てないわ、ステータスっていうか。でもなんか強そうだよね、デザイン的にかなり強そうだけど、あとはスルーズ、ダイナマイトボディたまんねえなこれ、見て、あー早く見たいね、星5にして、あの星5の、まあ、ちょっと見えるんだけども全部隠しておいてほしいよね、ちょっと見えちゃうのは、あのお楽しみが半減するっていうか。まあとりあえずダイナマイトボディのスルーズが来まして、あとはちょっと2000だよね次多分、だからちょっと課金してきて、もう一回、あ2000だねと思ったんだけどさ、課金しようと思ったんだけど2000で溜まったから、あのキャラクエスト、進化のクエストあるじゃん、それでもらってないやつとかあって、ちょうど溜まったから、まあ、残り少なかったし溜まると思ってやったら溜まったから、その前に課金する前に2000先に引いて、次、いやー頼むソリン来るかななんかやばい、すげえ不安になってきたソリン。うんでも最近ガチャ運悪くはないと思うんだよな、あとブリュンヒルでも欲しいから、とりあえず行きます。羽ふさってなんねえから、来い、ふさふさ、あならんね、そうねそうね、まあそこまでは甘くないか。虹何個あるかな、ワンレインボー、ワンレインボーか、さて、あーでも持ってないキャラだったらまあ嬉しいね、できれば女の子のキャラが欲しいんだよな、ダイナマイトボディのおヘイムダルだ、あそうか俺ヘイムダル持ってなかったわ、これあのアーマーバロンみたいで好きなんだよね、アーマーバロン懐かしいな、あの牛乳好きだったさやつ
ユロケンの作者のさ、みんな知ってる？アーマーバロー。アーマーバローめっちゃ好きだったんだよね。ちょっとそれに似てて、めちゃめちゃ好き、あれ。あー、やばい。でもちょっと俺ソリンが本命だから、ソリン来てくんないと。あー、ドキドキする。頼むぞ、ソリン。ソリンよ、来てくれ。お願いします。ソリンちゃん、あー、でも俺グルベイグ持ってないんだよな。この武器2個目だ。あの、グルベイグの専用の武器なんだけど、グルベイグ持ってないんだよな。ヘイムダル、かっこいいな。このガタイ見て。すごくね、こうガタイ、こんな重い鎧を着て動けるってことはさ、かなりの筋肉だよな。あとこれグルベイグの武器なんだけど持ってないんだよな。グルベイグこの武器は2個目だね。進化できるな。でもグルベイグいないから、いや、グルベイグもゲットしなきゃな。よし、じゃあちょっと課金してきまして、とりあえずね、この感謝パックともう1個買えば、あ、違う、ごめん、初心者パックと感謝パックを買えばちょうど3000円超えるので、まずはこの480円の初心者パックを買い、で次この感謝パックを買って、これで合ってるよね。うん、合ったら合ってる。これで3000いくはずなので、最後ラスト行きましょう。1400円のやつだから合ってると。これで3000いくはず。間違ってないよね。ちょっと待って、見てみる。いや、別に間違っててもいいんだけど、また買えばいいから。これで3000貯まるはず。全部ちょっと見て、あ、大丈夫だな。大丈夫だよね。よし、オッケーオッケー。で、このどうしようかな、星3のやつ、これは後でもらうから決めて、ちょっといろいろ調べてどれもらおうかな。あー、でもな、持ってる右3つは持ってるな。これ持ってないわ。ははははは、はこれ持ってるね。マント、これ持ってて、これも、うん、弓も持ってて、まあそうだな、あとでこれは、あの星3のは後で決めて、うん、もらうことにします。まだね、あの決めない方がいい。とりあえずソリンちゃんゲットしたいから、これであの30年目なので、いやー、来るかな、フェスゲン来るかな、マジ。いや、フェスゲンは来るんだけど、ソリン頼むぞ。ソリンが本当に欲しい。いや、マジ可愛くね、ソリン。まあウルドでもいいんだけどね。ソリンできれば、ソリン頼む。ラストいきます。あ、お願い。でもこれ確定だから安心感はあるね。羽くさってなるかな、確定だから。羽くさ、さ、ならんし、マジで。マジで。ワンレインボーか。ワンレインボー、あ、ツーレインボーズ。ツーレインボー。うわ、マジでか。何来るかな、ちょっと待って。すげえ緊張する。あ、お願い、ソリン。ソリン、いや、まあ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 、まあまあまあ。ラストね、あるから。ラスト1個ある。ラスト1個ある。あ、イズン。イズン、これ、爆乳。だから結構好きなキャラ、イズン。この子可愛いよね。あとブルースキンガール。あとブルースキンガールだと巨人のさ、あのスカジさん。スカジさん欲しいよね。あれすっげえ欲しいんだけど。次のスターフェイス狙うわ。で、次。頼むぞ。これも早く星5にしたいんだよな。今星3だな。この子は。で、もうそれだよね。頼むぞ。ソニー。ユミルだ。あ、ユミルもね、あの、俺の好きな声優さん、ハン・メグミさんなんだよね。あの、ハンター×ハンターのゴン、2011年のさ、アニメの、ハンター×ハンターのゴンさんの声、なんだよな。あ、やった。あと、ウシオとトラのさ、キリオで、俺もしね、まあ、可能性はないと思うんだけど、カラクリサーカスがアニメ化してくれるんであれば、白金の声をやってほしいと、ずっと思っている、勝手に。やった、ユミルだ。ユミル初だ、持ってる。あ、いいな、デザイン好きなんだよな、ユミル。やった。現象の巨人。で、このレビアボー、レビアボー狙いのソリンはまあ来なかったけど、うわー、くそ悔しいな。次回ね、今回はこれでやめときます。次回のまたスターフェス来て、ソリンのチャンスが来たら、うん、やろうと思います。いやー、くそー、悔しかった。ソリン欲しいな。ソリン出た人おめでとう。マジで欲しかった、ソリン。まあしょうがない。でもって、ここのコメントが奇跡ミラコーに、これで合ってるよね、奇跡ミラコー。よし。で、奇跡ミラコーになってて、このプレイヤー ID のアカウントが自分なので、よければね、ぜひ、ソリンフレンドになってください。ソリン好きな人、できれば。じゃあ、また次回、次のスターフェイスでお会いしましょう。次回は絶対ソリン出します。